どうも、北山水泳です。はい、なんとパリオリンピックの競技種目の順番が変わりました。はい、と言いますのもですね、今回はなんとあの最強の世界記録保持者、レオン・マルシャン選手とそのコーチ、ボブ・ボーマン氏が、オリンピックの競技順序を変えろというふうに強くオリンピック委員会に言ったところ、オリンピック委員会がそれを承諾しました。これあっていいのかなと思うんですけど、まあ今回レオン・マルシャンは、まあ個人メドレー2個目、4個目、そして200メートルバタフライ、200メートル平泳ぎに出場する予定なんですけども、なんと7月31日に行われます競技が200メートルバタフライ決勝と200メートル平泳ぎ決勝が連続なんですよね。もう連続です。完全連続です。はい。2バタやった次に2ブレがあります。っていう風に完全に競技が連続してまして、これの場合、レオン・マルシャンが2バタ2ブレ、これしんどい。決勝、しかも決勝で。どっちも優勝したいから、これしんどいんで、どうにかしてくれよっていうことを、ボブ・ボーマンとレオン・マルシャンがオリンピック委員会に言いました。そのところ、オリンピック委員会が、わかりました。世界記録保持者やし、早いしね。ってことで、競技順番が変わりました。多分ね、競技日程が、違うことないんですけども、日程は同じのままで、種目が多分200メートルバタフライと200メートル平泳ぎが連続することがなくなりました。多分離れます。若干離れます。はい。これ、どうなのと思いますよね。これどうなのと思いますよね。はい。非常に僕はこれ、どうかなと思います。確かにレオン・マルシャンが複数種目にチャレンジすることは素晴らしいことですし、すごいんですけども、それやっちゃうと、今後もそれ、なっちゃうよ。今後もいろんな選手がそれ言い出すよっていう風に僕は思ってしまいます。はい。逆にその種目競技順序を変えることで苦しむ選手が他にも出てくる可能性がありますので、まあ、世界記録保持者といえど、ちょっとそんなことをしていいのかなっていう風に僕は強く思ってしまいました。はい。まあ、競技順序が変わることは完全に決定しましたので、はい。レオン・マルシャンはこれで、まあ、レースは心置きなく出れますが、まあ普通に2バッタ2ブレ8系かなが、確か予選競技が3つ同じ日に行われるんで、ここもし出るんであれば、レオン・マルシャン8系も出るんであればちょっときつそうだなっていう風には思います。はい。まあこれが皆さんどういった感想を持つのか、ぜひコメント欄で教えてください。では今回以上。